テンパリ君、今日もテンパってますね。あ、電柱が危ない。しかもその下には可愛い子犬。それはさておき、問題お願いします。はい、では問題。 Y イコール2X プラス3のグラフとして正しいものを A、B、C の中から選びましょう。とりあえず子犬だけでも助けようとしているわ。あ、噛まれた。それはさておき、回答お願いします。あ、はい。まず X の係数の2は正なので、傾きはこの電柱と同じ右上がりになります。あとは具体的に数を代入してみましょう。X が1の時、Y は5になるはず。X イコール1、Y イコール5の点を通っている直線は B。 ありがとう、よくわかったわ。テンパリ君、テンパリ君。次回もまた頑張ります。